サウスカロライナ州会議事堂。サウスカロライナ州会議事堂は、アメリカ合衆国サウスカロライナ州の州都コロンビアに立地する、同州議会の議事堂。サウスカロライナ州議会の上下両院の議場のほか州知事室、及び州副知事室が置かれている。庁舎は高さ54.9メートル、幅91.4メートル、奥行き30.5メートルで、 1> 約12,140平方メートルの床面積を有している。このギリシア復古様式の庁舎は1976年に国定歴史建造物に指定された。サウスカロライナ州会議事堂は最初はウィーン出身のオーストリア系移民の建築家、ヨハン・ニールンジーによって設計された。建設は1851年に始まったが、ニールンジーは詐欺行為と、 職務怠慢により解任された。その直後、建材や作業者に不審点が見られたため、それまでに建設されたものの大部分が取り壊された。再設計された議事堂の建設は1855年に始められたが、今度は南北戦争によって建設作業が大幅に遅れた。1865年には、ウィリアム・シャーマン率いる北軍が2月17日に、 コロンビアの街を制圧したため、庁舎の建設作業が延期となった。北軍は、コロンビアに建っていた公共の建築物をいくつか焼き払ったが、庁舎は焼き払われなかった。しかし、庁舎は大砲や近隣の建築物から出た煙による損害を受けた。南北戦争が終わると、今度は、レコンストラクションがもたらした貧困によって、建設作業が遅れた。 庁舎の主要部分が完成したのは着工から24年経った1875年であった。その後1888年から1891年にかけてはニールンジーの息子であるフランク・ニールンジーが設計に当たり内装のほとんどを完成させた。その後、設計は1900年にフランク・ミルバーンに1905年には チャールズ・ウィルソンに引き継がれた。最終的に庁舎が完成したのは1907年のことであった。この庁舎は、その後、1959年と1998年の2回に渡って改修された。庁舎の敷地内にはいくつかの記念碑が建てられている。敷地の北側には、南軍機が掲げられたサウスカロライナ州の南軍戦死者の慰霊碑が建っている。 2000年のアメリカ合衆国大統領選挙において、1962年から、集会議事堂のドームの上部に掲げられていた、このアメリカ南部連合の旗が論争の的となったため、この慰霊碑が建てられ、7月1日にこの旗はドームから、下ろされて、慰霊碑に移された。2015年6月17日、チャールストンのエマニュエルアフリカンメソジスト監督協会で起きた、 ヘイトクライムと見られる乱射事件で犯人の白人青年が自らのウェブサイトで南軍機と共に移るなど愛用していたことで南部連合機をめぐる議論が再燃し日記ヘイリー州知事は22日にこの象徴物が私たちをこれ以上分断することを許さないと述べて州議会に議事堂前の南軍機の撤去を承認するように求めた 衆議事堂前の旗は27日に抗議、活動家によって引きずり下ろされる事態が起きた。7月9日未明、衆議会で軍旗を撤去する法律が94対20の賛成多数で可決され成立し、翌10日に撤去された。また、敷地内には、アフリカ系アメリカ人の貢献と歴史を記念した、石踏みや南側のポルチコの南西に立っている。 殉職したサウスカロライナ州法執行官の慰霊碑も立っている。また、サウスカロライナ州知事を務めた、ストロム・サーモンド及びベンジャミン・ティルマンの像も敷地内に建てられている。ありがとうございます。